ンポン。こんにちは。バブー。あれ、なんか今この木ジジイらしきものがいたような。見間違いかな。見間違いやな。よし、改めて。バブー。うわあ、やっぱなんかいる。なんやねんお前その体。なんやねんその体って普通わかるでしょ。可愛い赤ちゃんですよ。どう見てもこの木ジジイだろうがボケ。ボクついていい。いいわけねえだろ。まあまあそう言わずに。お前この木ジジイといえばあれや、重いやつやろ。そんな重いやつきついわ。え、何急に自己紹介。誰が重くてきついけど可愛いって。あ、言ってない。可愛いは多分言ってない。ちょ、重ってあれ割と軽い。あれおかしいな。やっぱパワータイプには軽すぎ軽すぎ。あこんなか弱い美少女捕まえて誰がパワータイプだって。あ、キュートタイプ。あかりちゃんキュートタイプ。何やってるんや。いつもながらボケボケやな。おっさんのアホタイプ。誰がアホタイプやこれ。ちなみに私は頭おかしいタイプです。自己理解進みすぎだろ。いや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 、ほんとうるせえ。だいたいゆかりはなんでそんな可愛い赤ちゃんの格好をしてたんや。君は気でも狂ってるのか。一体の辺が可愛いんや。ほらここの顔あたりとか。ほんと君はゆかり先生好きね。あ、そんなわけないやろ。真面目な顔や。うん、あかりちゃんには珍しく不評ですね。お前がやらかしたことで好評だったことは今まで一度もねえよ。もっと可愛い赤ちゃんになるためには何かが足りないんですね。ここへさらに何か加える気ですか。赤ちゃんならではのものを身につけるとかどうや。それか余計なことを。赤ちゃんならではのもの、例えばおしゃぶりとかですかね。ならおしゃぶり持ってこい。あとおまる。ならおまる持ってこい。あと忘れちゃいけないのがおむつです。それは確かにおむつやな。よいしょっと。かぶんな。よし、この準備したものをすべて身につけてきた。どう、中見て。こんにちは。ん、バブー。なんだかわいい赤ちゃんか。嘘だろお前ら。バブー、あかりママ。うん、まあ3人はかわいいからおいで。バブー、私も。お前はマジでやんな。ひどい。